さあ今回の企画はお題に合った写真を撮られるフォトパーティー。パーティー。今回はですね、カードゲームのフォトパーティーを使っていきます。はい、なんで写真撮影のゲームなんですけど、カードに空中にいる、両端にいるなどお題が書いてあります。でセルフタイムまで撮影してお題のカードと同じポーズができるか競うゲームなんです。なるほど。はい。みんなにカードを引いてもらってお題を出します。カメラのタイマーは10秒にセットして、シャッターが切れる瞬間にお題の出されたポーズに合わせて写真に写るようにしてください。で写真を見てお題のポーズができた人には1ポイント、2チームに分かれて勝負してもらってポイントの多いチームが勝ちになります。はい。これ10秒で見れるの？見れない。見れない。はい、関係か感覚も大事。感覚で。はい、見れないらしいです。ポイントが入るかどうかは僕の独断と偏見なんで。あら、ああ今日もかっこいい。かっこいいよ今日。似合ってる。ああ、MC もご存知でございますね。ハンドルいいですね。そこ奥4人、いいポイントです。よし、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 よし。今日はこういうポイント制でいきますからね。いかに気に入られるか。僕をどれだけ優勝するかによってみんなにポイントが入っていくから。そしてですね、勝ったチームには絶品フルーツサンドさせて。もうチーム分けが決まってますので、それに合わせて早速やっていきましょう。イエーイ。さあまずはこちらのチーム、チーム名を教えてください。チーム名はフォトセッション会です。会長でございます。会長でございます。今日お題がですね、こちらにありますので、まあ、若干ルールは僕の方で変えます。いきます。もう会長みたいな。じゃあどこでもついてきますよ。会長。さあ出ましたね、こちら。じゃん。ジョギング。グレームの外に一旦出て決められたところまで行って写真に戻ってこられたら1点。おお。目が両方映ってないといけません。ここ回って壁タッチして戻ってきて撮るみたいな。ああ、こっち一回映り込んでもらうとか。こっちの、ここにね。僕らの後ろ通って壁にタッチして戻ってみんなで写真撮る。頑張れ。でこの辺でもちょっとちゃんとアピールしてくださいね。その辺でも僕ポイント制度を切れます。会長から攻撃して1列で行けばいいんじゃないですか。そうですね。よーいスタート。はいはい。そんなにいったか。おお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 。撮影した写真、こちらです。どのシーンですか？どこ？どこで撮ったの？二人しかいないシーンあったの？確かに急いだよね、今日。何のことなんだよ。どこのシーン？どこよ。みなこと小生で、このチームは2ポイントめっちゃおもろいや。追加点です。この写真可愛いみたいな。すいません。ここ確かにいい指ハートだったね。アジの真似しちゃったもん。いいでしょう。そこ二人で行きたいっす。だからちゃんと映れた人、アピールで点取った人、何もしてない人です。さあこちらのチーム、チーム名教えていただいていいですか。行っちゃってください。いや、稲葉くん。めめ僕が行っちゃっていいですか。あ、お願いします。最初お願いします。写真クラブで。こちらのチームにもね、お題を巡っていただきたいと思います。じゃあクロちゃんでいいかな。はい、来た。行きましょう。お題はこちら。じゃん。はい。無遊病。目を閉じて他の人にタッチします。掴んではいけません。誰からもタッチされずにタッチできれば1点、目が開いていればマイナス1点。ただこれどうしよっかな。目を閉じてさまよってもらって人にタッチできてたら1点差し上げます。なるほど。それはシャッターが取られた、取られたタイミングで。触られたので触り返すはポイントにしませんので。いきます。目上げたらマイナス1だよ。え、あ、もう始まってる。目見して。え、オッケー。あー、なるほど。あ、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 
これ、いつては OK じゃあ行け、クロちゃん行け、こっち来い、終わったよみんな、もう取れてるよ、こっち来い、終わったよみんな、終わったそうです、終わってるよ、嫌な予感するよ、今触ってるのクロちゃんが隠してる可能性あるからね、ありがとうございます、目開けた瞬間よ、もういたもん、いたカメラの前にいたもん、撮れた写真こちらです、ねえあー、これはなんだよ、難しいね、俺はね、1ポイントだと思うよ、それだけの1ポイント、これは難しいな、トヨタが海外に触ってる1点でもやろ、まだ第1だから、でも見てる感じ、檜山は海外に触ってたし、山井は檜山に触ってた、君がセンターでしょ、目つぶって歩いたことないもん、これなら、いける、頼むぞ、じゃあ、お願いします、頼むぞ、おお、これいいですね、頭をフレームの外に出します、うまく切れてたら1点、なるほど、別に上でもいいです、飛んで上隠してほしいし、どんな方法でもいいんで、顔だけ切れたら勝つ、あ、そういうことか、画角わかんない、画角わかんない、確かにむずいねこれ、思った以上にありました、下はどんな感じでした、本当にこの辺行ったら見えない、オッケー、行きます、はい、お3000分、何やってないやつ、あ、上に隠れようとしてる、そういうことね、あ、来ました、取れましたよ、さっき頭いいね、それよし、いや、いいんじゃない、うわ、これ来ましたよ、じゃんじゃん、素晴らしいよ、2人は申し分なく1点差し上げます、1点ずつ、わぁすごい、で、3点通りとしてた青木くんもここなので、うん、バッチリ、よし、で、バックのこれに関しては青木の足で勝つ、すごい、すごい、もうテクニカルポイントも首まで映ってるから、もう2点あげる、やったこれ減点だよ、減点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 、ふざけてんじゃん、ということで1,2,3,4,5 の4に落として4点、よーし、分かった、画角確認できた人間だよね、横と下見たけど上見るの忘れたなって思いながらこうやって全身じゃん、いきましょうか、はい、いいや、出ましたね、写真クラブへの問題こちらです、で、手で支える、おお、体を両手だけで支えていれば1点、両足が宙に浮いているかが明確でなければ入りません、なるほどね、写真が撮られたタイミングで両手だけ床についてる、そんな状況だったら1点取ります、おお、俺体力温存でギリギリでいくわ、いいねいいね、いいよ、怖いな、よしよし、はい、おっさん8なんだ、どうなんの、いいよ、どうなんの、どうなんの、どうやってやんの、みんな、いい、じゃあ、あーもう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 、いろいろ事故ってるよ、いろいろ事故ってるよ、なんか、なんかボロボロなんだけど、ひどすぎる、さあ、行きましょうか、こちら、ダン、うわ、置くときなくが OK じゃないですか、まず正義ポイント、体が浮いてるのが山井と豊田、で、だカイルが足がついたっていうのと、木山が全然浮いてない、黒田に関しては両手すらついてない全部浮いてた、 YouTube でこの事故が撮ってくれた黒ちゃんに一点差し上げます、この勇気にね、この事故が撮るというわけで、写真クラブは3点獲得です、やばいやばいやばい、原型ねえじゃん、はい、じゃあうわっ、ちょ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 、あっけー、またたけやな、このセッションみたい、ゼロ点、いいよ、
いや、いいね、豊田くん。いや、素晴らしいよ。ね、ガシャガシャ。ガシャガシャ言ったら何うるさ。おー、すごい。どういうこと？座ってるやつが2人、立ってるやつが3人。両端の向きがちょっと内向きで、なんかそれっぽくないですか？あー、なるほど、なるほど。いや、うまいな。両端のハスは採用しますよ。おー、よーし。ということで、写真クラブ4点。おー、結構いいんじゃない？じゃあ私に聞かせていただきます。めっちゃ感動あるよ。ベンチ、普段からカメラ持ってるけど。そうです。あ、そう。出ました、お題。はい。ピザの斜塔。ピザ。うわ、斜め。体を一直線にして斜めに傾いてた人に1点。まあ一番じゃなくて、本当に斜めがうまいこと言ってたら僕がポイント差し上げます。おお。五人総合得点もありますからね。行きます。の。来たよ。さあ。さあこれどう。そこなんだね、ミッチ。やばい。早い早い。危ない。そりゃそうなるよ。うわ、なんかすごいぞ。え、なんかここ困るじゃん、あの写真見れるやつ。それでなんかすごそうだぞ、なんか。おおお、いきましょう。じゃん、すげえ。支えてねえお前。これちょっと小生に聞きましょう。左手あっち触ってましたか？でも触ってたんですけど、わかんないです。触ってたんですか？じゃあ触ってたんだ。じゃあ触ってるよ。触ってない触ってない触ってない。そういう時変わってないって。オッケー、じゃあさ、あの、これって始まる前練習してるのみたいな、小生なんかこうやって練習してた。あれ、なんで身内なのに。あれね、マイナス仲間増やしたいんだよな。青木1点、枠1点、全体の形1点で4点です。なるほどね。あ、ないんだ。ないけど。マジで俺何もしてねえ。さあ、最後の題。こちら。じゃん。クーキース。うわー。なるほどね。ルールはピザの里と一緒です、これ、多分。クーキース、綺麗に、まあ、ここには90度曲げてとか言って。あ、90度です、いいじゃん。いい顔教えてくれたら、追加点ありますか、ね、普通のね、普通の顔してたらね。俺には家庭というあるから、あっちが普通かもしれないし、取りに行ったら限定するからね。教室の横位置ね。そう、横位置で、横位置で全員で彼が前に来て、あ、了解です。どうぞ。回します。よし、はい、来たよ。8、7。もうクロちゃん行った方がいいじゃない。クロちゃん、クロちゃん行け。顔作り始めてる。すいません、1。やばい。あ、やばい。うわ、これどうなっただろう。いや、絶対早い気がしたよ。こちらです。じゃん。わー、え、いけたんじゃん。うそ、これはガチガチやってんじゃん。お前さ、やってるわ、お前。だってさ、もう6秒あたりから作っててね。これどうしよっかな。ルルちゃんがあまりね、嫌になってなかったね。ちょっと背中、背筋がちょっとね。それで言うと、カエルとね、リクともだいぶいってるんだよね、角度がね。確かに、檜山くんと黒子は綺麗だね。すごい、確かに、本当に綺麗。檜山に1点。お、お、黒田に1点。お、芸術点で1点。はい、変顔で減点2点。フォトセッション会の勝利。いやフルーツサンドいただきましょう。やったー。おかしいでしょ。おかしい。これこれこれ。しかも最初に食べた。あの端っこ。いただきまーす。この端っこ何？あのカード配ってるだけや。うめえ。うめえ。いいな。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。いや、ほんと頑張ったよ。MC して紙配っただけやろ。お前マイナス1点やで。おい。やばい。やばい。いかがでしたか、皆さん、写真撮ってみて。いや、楽しかった。写真いいね、やっぱり。いや、本当にすごい盛り上がる。俺よりも食べてんの意味わかんないな、あの人だったら。他の4人助けられてメロン食べた。黒田もうまく事故出してくれたし。いやでもまあ、笑ってくれならいいや。間違いないな。みんなが笑ってくれならさっていいから。